イク333で貧しさを表現してください。新俳句333で貧しさを表現してください。シンキングタイム4分間スタートです。子供手術できず募金が集まりきれなかった。4円足りず歩く薄めしのぐ水薄めても水だから水飲めよ。これがふがしなのか初めて食ったんだ。ふがしも食ったけど甘えっつって一言お願いします。1秒しかない電車ですからね、はい、これが電車なのか。もういいよ3文字もういいんだ。終わったんだから今、ね、悪い魔法使いに一生 JR として過ごす呪いをかけられてそれにしても柔軟車両にしてくれって話ですよ。後続車両は犠牲になったのだお前だけ行けっつってお前だけでも将棋に新しく加わったものすごく弱そうな駒。お花かわいい。おお、つけるな。1番ケボノあ弱いです帽子かって経済的に弱い。大阪王将餃子王将とは別会社です。6番木曜日割ったやつ漠然としてる。ヌルヌルしてたらすごく困るものし。マークシート書きづらい時間を要するというのに書きづらい。うなぐらつかみづらい。つかみづらい。裸の男が草を食ってるみたいな。はいはい。アフリカのサラダバンアフリカ人に謝れ。高速道路を作ってるどんなコンクリートどこだこうやって作ってたんですね。高速道路まず草を食ってなくしてから頼まれたらノーとは言えないぜ。草食ってよお前っつって。誰に頼まれたの。草食ってよっつって。うん、いいよっつって。写真って一言お願いします。でけえマグロかなんか出してる寿司屋ですね。それで左手は添えるだけ。つらくなって研修生それにしてももうちょっとわかるだろう。一度でも寿司加減わかってねえんだよ。一度でも食ったら何回わかるだろう。これでいいっすか。でけえよお前バカ野郎。でけえだろ。シャリ全部ねえじゃねえか。好きな子が来てる。サービスでこういうのも作れるぜ俺。ついね。ついつい大きめに握っちゃった。地味なことしてると思われたくないですから。甘栗剥いちゃいましたみたいな分かりやすい食品名。2号店で包みました。知らねえよ。正式に食いしてるかどうかなんてどうでもいいって。お薬出しときました。医者じゃねえか。医者の受付のお姉ちゃんです。今朝も吐いちゃいました。拒絶症かお前。なんか汚そうだなそれ。友達が勝手に応募しました。ジャニーズかホリプロスカートキャラバンか。6番木の実ななちゃいましたそんな投資はねえ。これができたら鬼嫁。これができたら鬼嫁。旦那の長首でリフティングする。時にうちの亭主たら地獄からまだ帰ってこないわよ。本当の鬼じゃねえか。本当の鬼だろ。勝手にオペする。病気でもねえのに。焼けた鉄を持つ。持つだけ？どのタイミングで？持つだけだろ。うん、早すぎて当たるまでに燃え尽きるチョップ。空気との抵抗で火がついた。5番。豆からは逃げる。鬼だ。鬼だ。鬼だ。お願いします。サーカスか何かで。これが俺たちのやり方。不良グループみたいな感じだな。ビタミン B 群。確かに。やけに生々しいな B 群。映画定年退職の一番の見どころ。シンキングタイム4分間スタートです。ザッパーン。オープニングじゃねえか。どうしたらいいのかよ。一番。妻が指を鳴らすと夫は砂になる。妻なんだ妻。妻何者だ。また一方その頃ロシアでは。スケールでけえな。ポップコーンがうめえ。それもう映画館だよ。映画館だよ。お願いしますので次の問題で移りたいと思います。第2問。頭から逆立ちになってそうですね、今なってる感じですかね。
災害は人をパニックにさせる。逃げろ、せめて逃げろ。病院側の記者会見。謝ってるな。首立て伏せ。新しい先生。一時をお知らせしたい。したいけど見てくれと。チップインバーディーを阻止している。アリはとても力持ち。これでアリいいんだ。頭の中の点な。容疑者、その時間私は〇〇〇〇。ケイさん、私はその時間は 100% でしたよ。そうだよ、全部お手伝い。 100% だったのか。その時間私は別の人を指していました。殺人はしてたんだ。お前何に自白してんだよ。申し訳ありませんが、私はその時間日本にいませんでした。鳥取で里芋を食っていました。鳥取は日本なんだよ。鳥取さえ謝れお前。その時間私は、いや彼にとっても永遠でした。文化的だぞ。その時間私は不思議なほど冷静でした。やってるじゃねえ。絶対やってるよお前。やってる絶対。あと20。その時間私は刺す順番待ちでした。どんだけ恨み買ってんだ被害者。その瞬間私はまだ 8% でした。 100% つってた。使い回すなよ。さっき受けたやつを。はい、はい、はい、これで一言では。4分間スタートです。メガネさん、ムツゴロウからの逃亡。ムツゴロウ何されてんだこいつ。パナココさん、熱湯風呂から氷へ。あっちです。ダチョウクラブか。ゲリホークさん、女子校の修学旅行だと。どうした？出口がない。童貞でなくても夏は、この間見た DVD と違って女子店員が全然エロいことをしてこない。童貞はそういう勘違いしがちですからね。勃起して腰ら辺に並んでる DVD を落としてしまった。どんだけ囲んだよ。めちゃくちゃ近づいてるじゃん。もう見つけたと思った。燃えるような赤、海より深い青のように色を表現してください。ヒートのような無色。色じゃねえぞ。赤に少し白を入れたピンク。説明なくすぎるわ。説明なしわかるわ。月のような緑。さつき緑じゃねえ。洗っても落ちない赤。女性が一言、この人あるまるお使いくださいね。ネイノさん、この人よりうまく触れるという方。テクニックがすごい。その人顔が嫌いです。お前の本の話だな。ネイノさん、この人が面白いこと言ってくれるよ。ハードル上げんねん。この人近っ。これ準急ですか。何で気づいたの。どうタイミングで気づいてんだ。なんか引きずり込まれてる。ドエレイゴとか。はい、7時間経過。粘ってんだ。粘るな。だいぶ経過してんだろ。ブラロさん、うのと言わなかったものの末路。ここまで激しく。ペナルティーでかい。はい、この写真で一言。2人はプリキュア。やったー。俺なんて嬉しいな。トマト投げ祭りみたい。
り。ヤバイもヌルヌルズボン。かゆくなるから後で。アメリカのまずい菓子を捨てる。まずいんだね。まずいんだね。ケイタイさんの前を掃除してるおばさんですかね。そうですね。はい、国王のボーリング。親をバンバンぶっ倒れて、全部倒したらストライク。あの後ろに並んでるのが全員シルダイユなんで当たそうでした。1問目、はい、いきましょう。マックはミミズ肉を使ってる。ソニー製品は3年で壊れるように作っているみたいな企業絡みの嘘都市伝説。あのセガはわざと負けている。大川、大川会長の離婚はそういうことか。そうなんだ。ローソンは頑張ってる。そういう頑張ってそういうぼやっとしたことじゃないの都市伝説。嘘じゃないだろう。まあ戦車とヘリコプターですか。あらお上手。レイ君。それはCM やってるんだ。ソフトオンデマンドなんですけど、あのマジックミリタリー号が行くんだ。なんだよマジックミリタリー号。誰が見んだよ。狭いわ中。気になりすぎる留守電メッセージ。私メリーさん NTT にいるの。勤めてんだ。いいとこ勤めてんじゃんメリーさん。そこから近い、この留守番電話を聞いたら折り返しお電話ください。下げぽような話があります。やだよ。やだわ、ムカつくわ。そんな時までギャルって下げぽよって言うんだ。お前そのトーンでその言葉使うな。懐で草履を温めるでは成功したが、こんなやりすぎの親切では信長に殺されかけた。天下を統一しておいた。一番達成感味わえるところを。お市の方を温めた。ダメだよ、ダメだよ。懐で世界一のバカが勝手に考えたアメリカ国家。ハンバーグ、ハンバーグ。肉大好きだ。寺山さん、お米、お米。米国だけど、お前ら米国だけど、その米じゃないからパン食ってっか、お前。テテさんと寺山さんのコンビネーションの良さ。一つ広いな、間欲しい。一個ずつ行ってくの。お前50周全部行ってくの。50番まであるのそれ。長いよその歌。特徴のない周とかあるよ。しましま、しましま、ほし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 。絵描き歌じゃねえか。国旗の歌かよ。絵描き歌かお前。ほっきラスボス〇〇〇〇、勇者台無しだよ。セリフがない。はい、セリフがないですね。君の意見も聞いてみたい。なんで最後になってちょっと譲ってんだよ。今日文化放送で中継するって。ラジオかよ、しかも。ちょっと待ってて、今この人に倒されるから。もう先に来てる勇者いいんだ。これはゲームだよ。分かってる、分かってんだ。パンがないならケーキを食べればいいじゃない。より貧しい庶民たちをイラつかせたセリフ。パンがなかとなら豚骨ラーメンば食べんしゃい。九州の話が。これ痩せたい。そう、痩せたんだよ。やつれてんだよ。史上最弱の男カルタの詩では。4分間スタートです。神数一貫で福満だよね。うるせえ。シャカシャカチキンは脱臼のもと。弱えわ。あのアクションでもう。じゃあ続きまして第2問いきましょう。よろしいでしょうか。2問目こちらです。はい。波打ち際に打ち上げられてた瓶、開けてみると小さな紙切れが。なんて書いてあった。瀬川英子さんとヤギのハーフです。死なせてください。死ねよじゃあ。死なせてください。誰に許可いて。そうだ。ひっそりと死ねもう。ラジオ体操第一、腕を大きく回して肩の体操からの次ってどんな動きでしたっけ。不動の体勢から右眉を少し上げる。なんだよ不動の体勢。なんだよそれ。こんな体操させられる状況を売れよ。気持ちの動きだから。 Y からの Y。 じゃあ Y じゃねえか。 Y じゃねえか。ジャバぐらいできるようになろう。 SE だな。システムエンジニア。システムエンジニアの話だ。カップルとうなだれてる人ですかね。そうですね。両サイドからフーフーしてパセリを浮かせている。すごいな。そんなことできるの。ええもんね。机の下で加えてもらってるもんね。そうなんだ。天候だ。天候だ。
マネわかりづらいわ、本当にわかんねえ。孤独カルタのく、孤独カルタのく、靴箱の広さに泣くこんな暮らしだよ、地下鉄うっさうっさって言われてもいや手術成功したよ。それでこうなりたかったんだ思い通りだったのこれこうしてくださいって言ってたひどい目にあったが口癖なんてネガティブな口癖、まあ、確かになんかされそうだからね。ひどい目にあった。ロシア製第31式陸上用戦闘機うっさこれで油断させておくんでしょうね。まずわあ見て臭いね、あの大きい切るやつ臭いわね、臭いね。山田電機何の電源だよ全然行きたくなんねえよ山田電機パッと見草食系に見えて実は肉食な男をロールキャベツ系男子というそうです。こんな感じで新しい〇〇系男子を考えてください。右腕ドリル系男子誰だ系列作ろうと面白そうじゃねえかよ。食系三無人無人だ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 男子ではあるけど展示削り取り系男子ダメだよお前クソじゃねえかダメだよクソタレだよクソやろうじゃねえかお前駅のとかだろ写真用題です。一人なんか宙に浮いてるんですかね、見上げてる女の子、うん、そこから先を私が話そうと僕の部屋から出てきたあ、言うんだ語り部がなんかこう話が佳境になったねそんでその時これぐらい床上浸水してさお前すごいじゃん、おかしいだろお前、お前そんな感じの説明できるのか左の人が言ってたほど浮いてないねと厳しいもう浮くのは知ってた、知ってたんだ俺浮けるよとか言ってたんですね。血液型診断では B 型はわがまま、 A 型は神経質などと言われています。他にどんな特徴がありましたっけ。 O 型は花屋敷ではぐれるなんだそんなことはねえよ、あんたの経験則だろ確かにね。O 型は試着室からちょっと顔出すいやだから誰か一人のこと言ってるでしょそれ何かの友達のことでしょそれあ、僕母さんに嫌われてるんだと確信したお弁当の中身拒んだお下がりすげえ割れてたすげえ押し付けてるわいらねえっつったのジャケットかなんかも入ってたのかうんこでできたストーンヘンジ待て待てしょうもないなんかトマト祭りの時の写真みたいですね。はい、では写真で一言3分間スタート。赤坂っていう地名の由来そう、こんなだったんだよ。もともとこのトマトの海を泳ぎ切った北島康介があのインタビューで超スウィーティーって言ったスウィートでもねえだとかないだ世界一の被害妄想がツイッターでつぶやいてること。たかし君がリンゴを買うって問題、貧乏な俺への当てつけか？リンゴぐらい買えるだろ。算数の教科書の定番だぜ。二等辺三角形が俺に向かって伸びてきてる。せっかくまで見えてんじゃん。お誕生日会に呼ばれたけど、俺ろうそくを食えばいいのかな？いや、いいじゃん、よくいいじゃん。ロボット食わすために呼ぶやついねえだ。140字なの俺だけな気がするんだよみんな同じ文字で書いてるみんな同じ文字ですよはい、では3分終了です。これはさあ、皆さん面白かったチームを挙げてください。どうぞ。あ、これはでもちょっと割れているカウントだ。カウントしましょうか。はい、